キッズです。動画を見てくれてありがとうございます。今回は女性の髪の毛をきれいに簡単に切り抜く方法を解説したいと思います。写真の一部を切り抜く方法にはいくつかありますが、細い髪の毛など複雑なものを切り抜くときにはレイヤーマスクを使うと簡単に切り抜けます。こちらの写真のように人物と背景を切り分けるっていう作業をします。人物を真っ白に、背景を真っ黒に塗り分けます。このように塗り分けて黒い部分を切り抜くというレイヤーマスクを使うと簡単に切り抜けます。こちらに背景画像を合成すればきれいに切り抜けます。この作業を実際やってみましょう。キッズラボのサイトでこちらの写真は無料でダウンロードできますので、開いてダウンロードします。フリーダウンロードを選択して 1920×1275 がいいと思います。こちらをダウンロードします。ダウンロードしましたら GIMP に読み込みます。人物を真っ白にして背景を真っ黒にする作業をしますが、まず女性の体の部分と髪の毛の部分を分けて作業をします。女性の体の部分はパスツールを使って切り抜きます。切り抜きやすいようにズームツールで拡大してパスツールを選択して、パスで選択していきます。パスを配置するときには女性の肌の若干内側を選択していきます。クリックしてカーソルを動かすとハンドルが出てきます。進行方向のハンドルを収納していきます。カーソルを動かしてハンドルを出して収納。この作業で肌に合わせていきます。写真が見えづらいときにはスペースキーを押したままカーソルを動かすと写真が移動します。スペースキーで画像を動かします。こちらの髪の部分はざっくりとやっていきます。ちょっとオーバー気味に。最後はコントロールキーを押したままクリックします。はい、こんな感じで人物の部分だけをパスツールで選択します。こちらの紙は後で処理しますので、画像の上で右クリックで選択、パスを選択範囲にします。右クリックで編集、コピーします。人物部分をコピーして、右クリック編集、貼り付けをします。こちらですね。新しいレイヤーを画像に追加をします。人物の部分だけが切り抜かれました。再度、最初の写真を選択します。パスダイアログの
パスの上で右クリックしてパスを選択範囲にします。今人物部分が選択されましたので、今度は右クリックで選択部分を、選択範囲の反転を選択します。そうすることで人物以外の髪の毛の部分が選択されました。このまま右クリックで編集、コピー、髪の部分がコピーされました。右クリックで編集、貼り付けします。はい、こちらですね。新しいレイヤーを画像に追加します。人物部分と髪だけの部分に分けることができました。では、まず人物だけのレイヤーを選択して、画像の上で右クリックして編集、パスを選択範囲にを選択します。描画色を黒にして、塗りつぶしツールでクリックして人物を真っ黒にします。次は髪の部分のレイヤーを選択してこちらを処理します。一度選択を解除しておきましょう。はい。こちらの髪の毛を真っ黒にします。まず白黒に変換します。メニューバーの色で、色要素、モノミキサーを選択します。髪の毛の部分が赤っぽかったので、レッドチャンネルを動かします。細かい部分がわかりやすいように、拡大して作業をします。このあたりの細い部分も白に近いと、切れづらいので、なるべく黒が強くなるようにします。レッド部分のチャンネルを動かして黒を潰れてしまうので、潰れない程度でなるべく黒くします。次に違う色で髪の毛がなるべく黒くなるような感じで切り抜きますので、後で色がはっきりとする形でですね。はい。この作業の部分で綺麗に切り抜けるかが決まりますので、はい、まあこの程度でしょう。OK。全体を表示してみましょう。はい、こんな感じになりました。今度は背景が真っ白ではないので、もう少し追い込んでいきます。色のレベルを開きます。はい、背景を白くしたいと思いますので、レベルのこちらですね。ここの矢印。この矢印を左側に寄せていきます。ぐぐっと寄せていきます。背景が真っ白になってくるぐらいまでですね。真っ白になってくると、このあたりの髪の毛が、薄くなっていきますので、ね、気をつけて消えない程度のところで追い込みます。消えない程度のところで追い込みます。次は黒レベルです。こちらですね。こちらの矢印を右側に寄せていきます。髪の毛が見えてくるような感じで、中間の調整です。こんな感じですね。はい。だいたいこれでできました。OK です。若干右上が色が真っ白ではないので、ここも白く追い込みましょう。この部分だけをやりたいので、選択範囲で選択して、関係ないところまで影響しないようにやりたいと思います。選択してエンターします。そして、色のトーンカーブを選択します。はい。このあたりがちょっと若干暗いので、クリックしてみます。クリックするとこのように交わる点がありますので、こちらをググッと上げます。もういてっぺんまで上げましょう。そうすると真っ白になりますので、OK です。はい。選択を解除しておきましょう。はい。では、先ほどの人物だけを真っ黒にしたのを表示させます。この今、レイヤーが2枚に分かれてますので、1枚にします。一番上のレイヤーを選択して、右クリックして、下のレイヤーと統合をします。これで1枚になりました。拡大すると、切り抜いたところの人物の縁が見えるので、描画色を黒にして、ブラシを選択して、ブラシでこの部分を
消していきます。黒く塗りつぶしていきます。当たりますね。はい、できました。人物と背景を塗り分けました。黒い部分を切り抜きたいので色を反転させます。色の階調の反転を選択します。黒と白にが反転しました。こちらは一度非表示にします。女性の写真を表示させてレイヤーの上で右クリックしてレイヤーマスクの追加を選択します。完全不透明白を選択して追加します。黒いレイヤーマスクが追加されました。白と黒に塗り分けたレイヤーを選択してコントロールプラス C でコピーします。新しくレイヤーマスクを追加したこちらの黒いマスクをクリックしてコントロールプラス V で貼り付けます。はい、フローティングレイヤーを固定してレイヤーに貼り付けます。これで切り抜けました。背景と合成してみましょう。背景画像をダウンロードしていただいて GIMP に読み込みます。プロファイルは変換で背景画像のレイヤーを一番下の階層に持ってきます。これで合成ができました。白と黒に分けて黒い部分を切り抜くことで細い髪の毛もきれいに切り抜きます。もう少し追い込みたい方はレイヤーマスク、ここですね、写真の画像の横に追加されたレイヤーマスクを選択してブラシツールで描画色を黒にした場合には筆の太さをちょっと調整してこの辺りこういらない部分は消していきます。こういういらない部分は消していきます。で、若干この辺りが髪の毛の部分が欠落してるなぁと思ったら描画色と背景色を交換して真っ白にした場合には今度は見えてきますのでこれで蘇らせることができます。はい、このような感じですね。で、こうやってああちょっとやりすぎたなと思った場合には ここを変えて黒にして今度はやりすぎた部分を消していくという作業ですね。余計な部分は消してここはちょっと消えてるなと思ったらここを変えてこうすれば出てきますのでやりすぎたらこれで消す。こんな感じですね。どうでしょうか？あとはもう追い込んでいってください。はい。こんな感じです。まあ、背景色はなるべく単色の写真がいいと思いますが、レイヤーマスクを使うと簡単にこのような複雑な女性の髪の毛も切り抜くことができますので、ぜひ練習してみてください。ここまで動画を見てくださりありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録してください。それではまた。